正面から T1 ビルとは、福島県いわき市平イラ座一丁目一番地にある、平一丁目再開発ビルの愛称である。平一丁目地区第一種市街地、再開発事業として建設された、地上17階、地下1階建ての複合ビル。ホテル、公共施設、商業、業務施設、マンション、駐車場で構成される。2002年4月15日にオープンした。 T1 ビルという愛称は、建物が平一丁目一番地にあることから、平の頭文字の T と一丁目と一番地の1を合わせて T1 ビルとしたことに由来する。地上1階は、商業、業務施設。2階から3階は、岩きワシントンホテル椿山荘。4階は、岩き市障害学習プラザ。岩き市消費生活センター。5階は、岩き市障害学習プラザ。 ホテル棟の6階から11階は、岩木ワシントンホテル椿山荘客室、住居棟の6階から17階は、マンション150台収容の立体駐車場で構成されている。1階商業、業務施設2階岩木ワシントンホテル椿山荘3階岩木ワシントンホテル、椿山荘4階岩木市障害学習プラザ4階岩木市。 消費生活センター5階岩市生涯学習プラザ5階岩きワシントンホテル、椿山荘、ウェディングチャペルホテル旨6階から11階岩きワシントンホテル、椿山荘客室住居旨6階から17階マンション。ありがとうございます。